い話はね、今先ほどまで乗ってきた、広島駅の列車の前で、動画を回しています。こんな感じですね。はい、はい、はい、もう人は全て降りてしまいました。ガラガラですね。はい、でホームは非常に広いですね、やはりね、芸備線の終点ですので、もうさすが広島駅ですね。まあ中国地方の大きな駅ですね。新幹線は向こうの方ですね。私新幹線乗りませんよこんな感じです。はい、今このように歩いております。はい、はい、今広島駅のホームを歩いております。こんな感じですね。広島駅のホームです。はい、向こうには三好駅の列車がもう来ているようですね。まあ私は三好には行かないですけど、こんな感じです。白市ですかね。今日も JR 広島駅をご利用くださいましてありがとうございます。はい、私は今、芸備線の終点広島駅に到着しました。はい、可部線を乗り潰すにはやはり4番線の秋神山行きに乗らないときに18時37分があります。今18時21分ぐらいかな、あ、16分ぐらいあると思います。4番乗りの18時37分、秋神山駅に乗ります。こちらですね。あ、間違えました、4番線なんで間違えました。ここは2、3なんで4、5は向こう側ですね。はい、4番線、可部線、秋神山になります。こちらですね。はい、で、エスカレーターは急げないんで階段で行きます。今駅なんですけど、進行方向、新白島に行く方が、進行方向なんで、こちら側に行きますね。新白島の方向が進行方向です。でも残念ながら、まあこれは、18時37分といったらもう、やはり混雑する時間帯なんで、しかも平日なんで、これ仕方がないですね。
線の終点です。着きましたが、この列車、秋亀山行きは広島駅に変わりました。移動できますね。はい、こんな感じです。はい、改札はこちらですね。はい、これを見せていただきます。はい、IC カードも使えるようですが、私は IC カードは出られないので、といってもここは今の時間は無人のようなので、まあ、見せたことにしてこういう風にして出ることができましたね。はい、はい、秋亀山駅ですね。こんな感じですね。はい、はい、私は今秋亀山駅の前に立っております。はい、壁線の終点駅ですね。はい、次は19時59分にまた広島の方に戻る列車があるんですけど、それまではちょっと時間が空いてるので秋亀山駅で待っております。はい、これを使って、ここまで来ました。それでは秋亀山駅、はい、これでまた入っていきましょう。はい、はい、ここは IC カード入れるところですか。ああ、でもこれがありますね、これね。はい、はい、入れました。はい、さっき入れないで出てしまったんですけど、まあ大丈夫ですね。入れておきましょう。はい、向こうの列車、来てるので、乗っていきましょうか。というか、まあ食事は した方がいいですね。ちょっと今次の列車が何時出発するかちょっと確認してから、食事をするかどうか考えましょう。今止まってる列車は19時36分出発ですね。じゃあ乗っていきましょう。はい、もうすぐ出発するようですね。あれ乗っていきましょう。36分出発です。59分まで待つ必要ないですね。行きましょう。ここ4月なんでまだ誰も乗っていませんので、多分大丈夫ですね。乗り換えてみましょうか。